海と日本プロジェクト in 山梨では、私たち推進リーダーが海へとつながるイベントや活動などをお伝えしていきます。海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。先月都内で開催した海のごちそうフェスティバル、そのオープニングを飾ったのは服部栄養専門学校校長服部幸男さん、日本財団海野光幸常務理事、令和のお魚王子ことタレントの鈴木香里武さんです。私たちはまずはその海と日本プロジェクトの目的でもあるんですが、とにかく海に関心を持ってもらいたいというところがあります。でその前に一番入りやすいのがこの食だというところがありますので、まずは食を通じてと、でそれから海の方にもちゃんと目を向けてもらおうということを考えておりますので、まあ、メッセージとしては、まあ、お魚をちゃんと食べましょうと、で、食べるときにはその背景にあるものもある程度こう把握した上で食べましょうというところが、まあ、一つのメッセージかもしれませんね。この日は美味しい以上に知ってほしい海があるをテーマに、食を通じて海についての情報発信や海の未来を考える機会を発信するイベントが行われました。また北海道から沖縄まで40都道府県の海産物や海に関連した特産品の販売がにぎわいを見せていました。山梨のブースではアワビの煮貝が並び、即日完売と大盛況でした。さらに舞台では食を通じて海の大切さが呼びかけられました。魚っていうのは生き物なので、もう一歩先に進もうとすると、その魚たちがどういう場所で何を食べてどんな風に生きているのかっていう、その生き様のところが見えてくると思う。でそれが見えてくると、あ、こういうところでこうやって暮らしてるからこんな食感なんだとか、例えば深海魚はなんで脂が乗ってて美味しいのか、なんで岩場で暮らしているイシダイはあんなに歯ごたえがあるのか、これ全部生き様と関係してるんですね。なるほど。僕はね、和食をもう一度見直してほしいなというふうに思ってます。日本人がね、和食をね食べなくなったっていうのはちょっと残念なんだね。それに伴って魚も減ってきてるの。やっぱりね、和食にね魚って合うんですよね。そうですね、確かに、うん、はい。皆さんも食卓でお魚を囲んで海への関心を深めてみませんか。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますので、ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。